三重県内では今年6月、観測史上初めてとなる線状降水帯の発生が発表されるなど、記録的な大雨に見舞われ、伊勢神宮近くの御祓町などでは多くの店舗が水に浸かりました。また鳥羽市や志摩市でも道路が冠水するなどの被害が出ました。これを受けて昨日、伊勢市、鳥羽市、志摩市の市長が県庁を訪れ、市見克行知事に浸水対策などを求める緊急提言書を手渡しました。提言書には市街地で水があふれる内水氾濫の対策を進めることや排水ポンプ車の配備をすることなどが盛り込まれています。